ごぼうの塔っていうのすごい聞かれるんですけど、まあ、さっきも来てましたよ、はい、ごぼうの塔は何者なんですか。ごぼうの塔はね、陰謀論の陰謀論いや、だから一緒ですよ一緒、うん、だから賛成とか言ってることとごぼうの塔が言ってることっていうのは実は一緒です、あそこの令和新選組と言ってるのも一緒です。だからお給料上げようっていうのがあるんですよ、うん、でその給料が上がるわけないじゃないですか、これからのもうどんどん格差広がっていくのに、うん、そこら辺を言ってるのと、まあ、もちろんだから金持ちなんですか、あの人。あれ持ってると僕も会いましたけど、なんかお金は持ってる。何で金を儲けてるんですか。本人はなんかすごい由緒正しい土佐藩のなんかとか言ってましたね。いや、もう分からないですわ。あんまり、うん、ちょっと普通に怖いですよ。まあ芸能人と仲いいですよ、いろいろ。だから芸能人と仲いいのは分かっ。出るんですよ、もちろん出てるから、うん、でもその彼のごぼうの塔の政策って選挙前はごぼうのようになんか根を張って誰とも争わないみたいなこと言ってたんですよ、うん、言ってましたよね。知らないですよ、ごぼうの塔とか全然興味ないから。ああそういうこと言ってた。だからどことも争わないっていうことで、うん、ロボーの淳君とか、まあ、ワンオクの坂君とか、あとはもうボブ・サップとかもバーってきた、ピーターズとかもやってたんですよね。いい笛ですね。ただそれは争わないという前提で出たんですよ、はい、で選挙終わってからその代表の奥野さんっていう人が、いや本当のやると言うとやりたいことを言うと令和と参政党と被るから言わなかったって言って、であの結構その陰謀論的な、もう陰謀論、まあ、アメリカ憎しですよね、簡単に。あ、ね、参政党とごぼうの党は、うん、アメリカが嫌なんですよ。ああ、なるほど。で、どこに戻したいかって言うと、江戸時代に戻したいらしい。なるほど。そこを日本に戻したいんですよ。わかりました。うん、だから、あそこは、ある意味一緒ですよね。ああ、願い一緒だと思いますね。あ